ドルソール最高。おめでとうございます。ありがとうございます。Choose, check out the crease. Go like a big foot, step on the beat. Make a man's run till he step out the crease. When I hold
果は、準優勝でしたけど、これは全国で優勝するための準優勝なんで、今からしっかり、自分たちの力は 100% 出したんですけど、ここから1ヶ月全国大会までしっかり積み上げて、また、みんなと喜び分かち合えるように、たくさんの、思いを遂げれるように、みんなで頑張りますので、ぜひともまた応援よろしくお願いします。2日間どうもありがとうございました。ありがとうございました。個人的には8ヶ月ぶりの復帰だったんで、めちゃくちゃきつかったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったです。最後まで応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。全国でも頑張りますので、応援よろしくお願いします。ヒデさんに生まれて、最低限の結果をやっぱ残せたっていうのはやっぱり自分の中でも嬉しいです。で、本当になんかプロソーレ入ってこんだけファンいっぱいいて、お客様やっていうのはプロ以上にプロです。もう本当にすごい、もう熱い応援。最後はやっぱ優勝できなかったんですけども、やっぱここまで来れたのもやっぱ皆さんのおかげだと思います。2日間ありがとうございました。あるよ。昨日今日と暑い中、本当にたくさんの応援ありがとうございました。自分も10年ぶりぐらいの復帰で、まあ最初は緊張もあったんですけど、やっぱ皆さんの応援で頑張ってプレーすることができました。本当にサポートありがとうございました。明日ありがとうございました。やったよ、やったぞ監督。ありがとうございます。ドルソール最高。おめでとうございます。ありがとうございます。最高です、マジでめちゃめちゃ最高です。応援ありがとうございました。ありがとうございます。マイケル社長が最強ということで、行きましょう。なんかもう信じられない。これをやっぱ、まあ、夢見てじゃないけど、こうなることをもう嬉しく、こうなるために頑張ってきたんだけど、実際にこうなったらめちゃくちゃ嬉しい。やっぱり自分一人の力だけではできなかったんで、仲間とサポーターと一緒にこの長い浜で達成できたことが本当に嬉しい。本当に嬉しい。もう思いが込み上げる。もう今日は本当に一生のうちでも忘れられない日になった。本当に
当に。ドルソーレの歴史、いや歴史のね開いた、未来これから先のドルソーレ本当にね期待してほしい。やっと扉開いた、ここからさらに上げていくよ。はい、ギア上げるよ。はい、心を燃やせドルソーレ、行くぜ。終わったね。終わりましたね。終わったね。率直な感想を。率直な感想、まず相馬プレーめちゃくちゃ強い。やっぱプロチームね、日本のトップのチーム、改めてね、やっぱあれを倒さないといけないなってやっぱ思いながら戦ってたかな。マイナーな競技の普及ってやっぱ難しいじゃないですか。まあ、勝った負けただけをやってても一生僕は広がらないと思ってて、でやっぱ人間力とかサポーターの皆さんにこのフィッサークの楽しさの伝え方とか大事じゃないですか。やっぱ試合する様も全員やっぱ声も聞こえてるし見てるし、そういったところでも本当にリスペクトができる。だから戦っててすごくね、なんかこう気持ちが良かった、それは負けるの嫌やけど、まだあれを倒すためにどうしたらいいのかなっていうのはもう未来は正直考えてたかな。まあ先に先に、もう次に次にっていう気持ちもある反面、あ、僕たち全国行くんだっていうのも両方やってくる。そうですね、だって準優勝したチームが胴上げ、ありえないっす。ん？俺優勝したっけ？っていう感じ。それぐらい俺たちが多分全国に行く意味をサポーター、ファンの皆さん、選手っていうのはこの意味すごい感じてるんじゃないですかね。やっぱドルソレでこのみんなで作っていくストーリーたまらんねえ、たまらんねえ。今日多分生で見に来ていただいた皆さん、この歴史的瞬間見せれたと思うし、やっぱ見に来てすごいサポーターのみんなが興奮してる、よかったねみたいな、めっちゃもう涙を抑えるのが必死やったって言ってくれたのとか、嬉しかったね、嬉しかった。この2日間まあ終わったからこそ言えるドルソレドラマ最強です。心燃やせドルソレ、全国行くぜ。